今日はここからは特別企画2022笑い締め特別漫才ショーです。武雄君とさゆりさんが2人で漫才を行います。ということで私は何もわからないままこちらに座っています。さて一体どんな漫才になるのかどうぞご覧ください。どうも武雄です。西田です。2人合わせて昼時サンデーです。よろしくお願いします。昼時日曜ということで昼時サンデーでございますけど、はい、の気軽な気持ちでね、こう漫才やろっかって話になったんですけど、はい、その結果、神安さんに司会進行とお客さんを一人でね担ってもらうということでかなり神安さんにプレッシャーをかけておりますけども、はい、どうぞ温かい目で、はい、やっていきましょう。はい、まあ2人でねこう漫才するということで、はい、あの私ね石田ちゃんのこと知っといた方がいいなと思っていろいろ調べてきました。調べてきた、はい、探偵使って、違う違う、怖い怖い怖くないですか。探偵使って調べられて嫌なこととかあんの。待って、あれかな、何あんの。私あの満員電車の中で、おじさんの膝の上に座っちゃったことがあるんですか。何その恥ずかしいミス。これ本当にあった話なんですけど、それですかね。違う違う、そんな探偵使ってそんなこと調べられないし、じゃなくて、うん、で探偵使ってないしね。じゃあ石田さん、あのインスタやってるでしょ。はい、やってます。あのインスタを見てきたんですけど、プロフィールの好きなもの、はい、うん、これなんて書いてる。温泉、お花、お馬さん、音楽。これあの気づいたんですけど、はい、全部おから始まってるんですよね。温泉、 お、 からでしょ、お花、 お馬さん、ね、音楽、お、本当だ。そうだから好きなもの全部おから始まってるんじゃないかなと思って、で好きな果物なんですか。オレンジ。オレンジ、これおから始まってるんですよ。、うん、で好きな国はどこですか。オーストラリア。オーストラリア、これもおから始まってるんですよね、はい、うん、じゃあ好きな野球選手は。翔平。大谷翔平選手、全部おから始まってるんですよ。っていうか発音がムカつくな。発音がめちゃくちゃいい方が気になって、出ちゃった。おから始まるがちょっとスッと入ってこなくなるから。出ちゃいました。ちょっとブレるのよ。いや私英語とスペイン語得意なんですよ。それもインスタに書いてたけど、それ出すの今やめてもらって。今おから始まるものが好きっていう話してるから。はい、じゃあ、はい、突然ですがここで武雄さんにクイズです。クイズ、はい、突然やな。私が好きなおから始まる動物は何でしょう。シンキングタイムスタート。それを考えないといけないってことね。おから始まる動物ね。ちょっとクイズ考えたいけど、石田ちゃんそれ何。ランバダです。いやダンスの種類聞いてないから、いや何をやってんのかなと思って。シンキングタイム。シンキングタイムで踊ってくれてるんだ。シンキングタイムの発音も腹立ってくるんだ。おから始まる動物でしょ。オットセイ。あ違う、オランウータン。あ違う、オウマさん。ブー。お猿さん。お猫さん。ブー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 。ちょっとわかんない。もう武雄さん、ちょっとわかんなかった。あのダンスもムカつくし、わかんなかった。まあ不正解。おから始まるダンス、ちょっと浮かばないわ。何正解。じゃあ正解言いますね、はい、正解は、はい、ライオンです。いやおからじゃないやんか。え、ずるくない。だからおから始まる動物でしょ。いやいや武雄さん、いやもちろんおから始まりますよ。何。オスのライオンです。めちゃくちゃ卑怯やんか、ねね、何それ。オスのライオンだからおから始まるってこと。いやそんなひねくれたクイズ出すのやめてよ。分かんないよそれは。もう武雄さん不正解だったんで、はい、ここで罰ゲームです。罰ゲーム、はい、あじゃあこれもおから始まるのかな。お寿司を一生食べられません。お寿司を一生食べてはいけない罰、はい、いや重すぎるやろ。ダメです。ダメだ。え、お寿司好きですか。お寿司好きよ。ごめんなさい、ちょっとクイズ不正解ぐらいで俺からお寿司奪わないでよ。残念。ちょっとやめてよ。悲しい。悲しいじゃないのよ。本当にやめてくれよ。じゃあここで、はい、神谷さんにもクイズです。あ、神谷さんからもお寿司を奪うつもり。サプライズ。神谷さんにクイズ。ちょっと お寿司をじゃあ頑張って保守してくださいね、はいはいはい、私が好きなおから始まる飲み物は何でしょう。おから、シンキングタイムスタート。飲み物です。神谷さん、これちょっとあのダンスが気になると思いますけど、おから、飲み物です。おから飲み物、ビール。ビール、え、ビール。おから大丈夫ですか。それでいけるんですね。わかりました。ちょっと神谷さんが思い切った答え出したんで、はいはい、絶対不正解だと思うけど、ビール。神谷さん正解です。正解です。正解です。嘘やろ。多分あのおビールだったじゃないですか、ね、美味しいビールとかじゃなくて、おビール。正解。正解です。え、これ何の。神谷さんにすごい優しいやんか。いや、さすが神谷さん、おビール大好きなんです。あ、そうなんですね、はい、そんな正解した神谷さんには商品があります、はい、商品、これもおから始まるんですかね、はい、うん、
お金です。お金めちゃくちゃいい。おもちゃです。おもちゃも、はい、はい、そしてお酒もあります。お酒も、あ、じゃあおから始まるもん尽くしだ。おめでとうございます。これもおから始まってます。じゃあ私の方からお礼です。あ、おから始まってすごいありがとうございます。そして終わりです。え、急に終わった。え、ちょっと待って、ちょっと何も聞かされてないけど急に終わったし、そこから動かんくなったから、え、どう、え、これでも放送は終わってないですよね。足がブルブルする。どうしたらいいの。ちょっと何もあれしてないの、はい、ちょっといつかばちか。あ、終わった。どうもありがとうございました。ありがとうございます。